キム・ソクノー、吉田、13奪三振以上なら72年ぶり回記録。庄成全国高校野球選手権、金ソクノー 5-4 横浜大成菱形17日菱形3回戦。第100回全国高校野球選手権大会は3回戦4試合が行われ、金ソクノー秋田はエース吉田輝星、光星。投手3年か3戦連続の2桁となる14奪三振の完投で横浜南神奈川に逆転勝ちした。キム・ソクノー、吉田が3試合連続2桁奪三振、東北勢の3試合連続2桁奪三振は春夏を通じて史上初めてだ。しかもオール13個以上と次元が高い3試合連続13個以上は6年斉藤雄二、双日が記録しているが、駒大苫小牧との延長15回で16個は9回まで8個、斉藤より前の58年坂東栄治、徳島賞も、ウォーズとの延長18回25個が9回まで12個だった9回試合で13個以上を3試合続けたのは、46年優勝の平井西江翔商事なにわ賞が4試合続けて以来72年ぶり、戦後2人目になる。近江との準々決勝は連投になるが、12年松井裕樹、桐光学園イコール源楽天ら6人が残した大会記録の4試合連続2桁奪三振を狙いたい。